ブラッドウェル原子力発電所は、エセックス、ブラッドオンシーのブラックウォーター川川口の電源ー、半島にあるマグノックスロの原子力発電所。新入路から見た発電所発電所の建設は、クラーク・チャップマン、ヘッドライトソン、パーソンズ、エーレ・ローリー、ストラチャン編集、ウェッソー等からなる原子力プラント社として知られるコンソーシアムによって行われ、 1957年12月に建設を開始、1962年に発電を開始した。2機のマグノックス炉からなり、設計出力は300メガワットであったが、原子炉内部の軟高部材の参加による、薄離の発見によって、賞味出力は合計242メガワットに減らされた。最高時点での出力は1960年代の初めに達成され、 設計出力より10%近く高くなった。通常の日であれば、チェルムスフォード、コルチェスター、サウスエンドイコールオンシーの3都市をまとめた程度の需要に十分な電力を供給できた。原子炉は原子力グループが供給し、9機のタービンと12機のガス循環機はパーソンズが供給した。うち6機のタービンが送電網向けの発電向けに、 3機が補助タービンに、2機がそれぞれの原子炉のガス循環系の電力供給に、1機がスタンドバイ補助タービンに利用されている。エアリアルビューオブザパワーステーションブラッドウェルは第二次世界大戦時の空軍基地の隅、エセックス海岸から 2.4km ほどの場所に建設された。位置は農業的価値が非常に低く、アクセス型安く、 地質学的に県後かつ北海からの冷却水の取水が可能であることなどを考慮して選択された。1999年、発電所は2002年に運転を終了すると発表され、英国で初の計画に基づいて発電を終了した路となった。2002年3月28日、ブレイブルック京都エセックス州総督は発電の停止や 廃止措置の始まりを記した名盤の除幕を行った。ブラッドウェルはブリティッシュエナジーによって、新原子炉による再開発が考えられている一箇所である。2010年10月18日、英国政府はブラッドウェルは将来の原子力発電建設に適合すると考えられる8箇所の一つであると発表した。2011年6月23日、 英国政府はブラッドウェルを2025年から解消する8カ所の原子力施設の一つとして発表した。1966年20本の天然ウーラン燃料棒がブラッドウェルから盗まれた。燃料棒盗難はその潰し値の高さから原子炉労働者であったハロルド・アーサー・スニースによって行われた。犯人は燃料棒を最終目的地に移動させている途中。 地元警察によって、運転の問題で止められたデニス・パトリック・ハドレーのバンの中から発見された。燃料棒が発見された後、スニークとハドレーは裁判で5年以上の拘束を受け、裁判費用に貢献する必要として、それぞれ100ポンドの罰金を課された。どちらも、盗難の影響を理解していたとは言わなかった。2011年1月22日、 シタンコンデンサーチューブが切断されていたため、廃止措置作業中に火災が発生した。火災による放射線の放出はなかった。ありがとうございます。